閉店を惜しむ声は、地元の市長や経済界からも。今回、その情報に接して、まあのまあ、率直に言って、まあ、残念な気持ちではあります、で、まあ、伊藤洋加藤さんの果たしていた役割っていうのは、習志野市内の,、まあのまあ、利便性のみならず、神経戦線でいらっしゃる、あの船橋からの。 あのお客さんが JR 津田沼にま乗り換えるまあその,あのまあ経路の一部でもありましたので将来まだ生まれ変われる機運というものがあるという部分にですねあの期待したいなというふうに思っておりますえまあ船橋市と奈良市の市の,あのいわゆる架け橋的な場所でもあるこの一帯の地域が潤うことというのはですね えー、もう、奈良市の市はもちろん、近隣にも非常にいい影響を及ぼすものというふうに思っておりますので、一緒に街を盛り上げてきた。あの、仲間として見た時には非常に残念でありますね。もう、津田沼という街、いろんな方が商売を挑戦してきている街だと思ってます。あの、昔で言えば、高島屋であったり、ダイエーであったり、丸いであったり、あの、多くの店が出店してきて、また、あの。 あの去っていってとっていう形になっているかと思いますので、また、あのー、なんだろう、あ,ある種こう変化が常に起こっている街だとは思いますので、まあ、そういった意味では、伊藤ようよさんが退店することによって、また新しい何かが生まれる、そういう期待はしてます。